こんにちは、マリアスタッフの宮下です。今回は宮の浦にやってまいりました。明日からですね、マルギン釣りセンターさん、お世話になって上五島の磯で春マサを狙っていきたいと思います。1年の中でも大型が狙えるこの春のシーズンですね、ルアーローテーションを駆使して1匹にたどり着いていきたいと思います。よろしくお願いします。今回、狙っていく春マサなんですけど、まず基本的にベイトサイズですね、イワシのような20センチ前後のベイトを追いかけているような時もあるんですが、基本的に、捕食しているベイト、マイクロベイトが多くなります。10センチ程度の、キビナゴであったり、それ以下のシラスのような魚が、多く存在するシーズンでもあります。で、そういったシーズンですね、攻略していく中で、こちらの160ミリのラピードであったり、ポップクイーンですね、こちらの小型のルアーを使って狙っていきたいと思います。まず朝マズメですね、ボアの SS170、からはチャートパール使っていきたいと思います。釣り人から見やすい、視認性のいいこのチャートと、膨張色の、白パールを、採用した、カラーで攻めていきたいと思います。この春マサ狙っていくときに、どうしてもね、ベイトが小さくなる傾向があるんですけど、序盤、朝マズメ、夕マズメの活性が高いとされるような時間帯には、こういう、シルエット大きめのルアーを使ってやっていきたいと思います。暗いうちはしっくりと魚にボアを見せてあげるイメージでゆっくりとただ巻きしていきます。こういう日が上がりきらない薄暗いような状況だとトップのルアーに魚出にくいので、そういった状況にボアの水面1枚下ですね、泳がせてあげることによって魚からの反応を見ていきたいと思います。他のトップウォーターのフラグと違ってボアはレンジ1枚下刻めるので潮の流れとか、そういうのをですね、しっかりと感じて、朝から釣りをすることができるので、こういう薄暗い時間帯に、おすすめです。このジャーキングの最中の、ルアーがストップしている時間帯ですね、そこでカツンとバイトがあることがあれば、このジャーキング後の立ち上がりのリトリーブ、そこでですね、追って食ってくるケースが自分は多いかなと思いますので、そこに集中してやっていきたいと思います。少し日も出てきたので、今度は、今年春発売のポップクイーンの F200 ですね、使っていきたいと思います。しっかりとシルエットの出る、こちらのサイトブラック、使っていきたいと思います。朝マズメとかの比較的魚からの反応が得やすいような時間帯は、こういう大型のポッパーですね、ポップクイーンの200のような、強い存在感のある、ルアーを使用することで、魚からも気づかれやすいので、状況を探っていくのに非常に、役に立ちます。今使っているカラーはサイトブラックですね。下から魚が見上げたときにしっかりと黒いシルエットが、残りつつも、アングラーからはですね、ヘッドのピンク色がすごい見やすいので、しっかりと足元まで引き切ることができるんですよ。どうしても薄暗い時間帯のトップっていうと、
まあ、ルアーの、位置を確認するのが、少し、ね、難しかったりするんですけど、まあ、そういった時に、ピンクの視認性のいいカラーを採用している、こちらのサイトブラック、足元までちゃんとルアーを引き切ることができます。今度は少しルアーサイズを落としてポップクイーンの F160 ですね、使っていきます。カラーは、新カラーの、シルエットピンク、ボディ全体は黒くて、まあ、魚にとってはシルエットがはっきりと出るカラーですね、なんですけど、まあ、釣り人アングラー側からはしっかりとこのピンクが、ルアーの位置を教えてくれて、まあ、足元まで、しっかりとルアーを操作することができるカラーです。こちら使ってやっていきたいと思います。朝からの光がまだ入りきってないような状況ですよね。ルアーのシルエット、しっかりと出してあげることで魚もルアーを捉えやすくなるので、朝1からこういう薄暗い時間帯は黒系の色を使用することが多いです。まあ、今のところ、瀬際にベイトっていうのは、まあ、はっきりと見えてないんですけど、でまあ、大きいもんですね、まあ、マイワシとかそういった、大きめのベイトが入っている気配も、まあ、今のところはないので、まあ、この春のパターンとして、マイクロベイトを捕食している、感じかなということが推測されるので、まあ、このまま160ミリ前後のルアーを使用して狙っていきたいと思います。はい、続いてポップクイーンの160から、今度はラピードの F160 ですね。まあ、サイズ感は変えずに、今度は、ダイビングペンシルで魚の反応を見ていきたいと思います。まだちょっと風と波があって、ダイビングペンシルですね、ちょっと操作、まあ、安定してできないので、またポップクイーンの F160、戻したいと思います。でカラー、変えます。ブルピンイワシですね、まあ、こちらも、春発売のカラーなんですけど、まあ、こういう太陽光が出たタイミングで、フラッシングで、魚の反応を見てみたいと思います。おっしゃ、オッケー。ちょっと波見てあっち行きますね。よし、大きめで食いましたね。もうあっとずっとついてたんですけど、
よっしゃー、オッケー、やったー、やりました。春正っすね。もうちょっと大きめの潮目が当たってるようなところでポップクイーン160のブルーピンワシフラッシングで誘ってたらズバッと後ろから出てくれました。いや重くて太いヒラマサですね。やりました。春のヒラマサの、特徴としてやっぱりこうベイトが小さいケースが非常に多いので、今回は160ミリ前後のルアーでローテーションしてたんですけど、この、答えがあったのが、ポップクイーンの F160 の、こちら新色ですね、ブルーピンイワシになります。ベイトの UA 速度に合わせて優しく操作してあげてたら、後ろからですねついばむようなバイトだったので、多分そんなに大きい、ベイトを捕食しているのではなくて、やっぱりこうマイクロベイトを意識した、魚だったのかなと思います。今回は春のヒラマサ、春マサを狙ってやってきました。なんとかですね、ポップクイーンの F160 からブルーピンイワシで、10キロオーバーですね、1本取ることができてよかったです。やっぱりこうマイクロベイトについてた、春らしい答えだったんですけど、やっぱりこうアクションであったりルアーの種類、そして殻、やっぱりローテーションすることによって魚に、口を使ってもらったかなと思います。春マサ、シーズンは、終盤ですが、これから夏秋ですね、まだまだヒラマサ釣れますので、ベイトサイズに合わせた、ルアーの種類、そしてアクションの選択ですね、でそして時間帯によって、カラーローテーションしていただくことでより、多くのヒラマサに出会えるかなと思います。ありがとうございました。